今日もタロット初心者練習をしようと思います。新しく、昨日から使っている、フランスっていうか、これイタリア製かな。フランス語で書いてあるけど、イタリアの人が書いている本と、からデッサンもね、イタリア人ですね、これ。の、ジタン。ジタンっていうのは、ジプシーですね。ジプシータロットを使って占いたいと思います。なんか音楽をつけたいな。ラジオつけちゃおうかな。シーンとする。ラジオ放送つけたかな。では、大谷選手の続きいきます。今日の状態を、というか明日でも、今から先のことをいきます。シャッフルします。大谷選手の怪我とか、野球のことについて、うまくいっているかどうか見たいと思います。さあ、なんか奥さんもちゃんとうまくやっているか、仲がよく進んでいるだろうかっていうところですね。タロットの占いって時々やったら変わってることもあるので、状況が悪いことがあってもいいことがまた次に出るとかね。はい、それではかき混ぜていこうと思います。何か今まで使ってたのとちょっと感触が違う。今まで使ってたのは逆位置か表か、表じゃないや、逆位置か、なんていうの、正位置かどうか裏からも分かっちゃうカードだったから、これは分からない。ちょっとね、ローズソルトの置いてあるんだけど、浄化のためのこっちに置きましょう。はい、ではいきます。いきます。3つに分けます。そして真ん中をこっちに持ってきます。そして向こう側に合わせます。そしてぐるっと回しましたね。そしていきます。1つ上の開いてみましょう。今日は何が出ましたか？あれ？なんでいつも、前回占った時と同じのが出ちゃいました。前回はこちらの、日本のカードでやったんですけれども、前回はこちらのでやったんですけど、日本のタロット占いで、その時も月が出ましたね。どうしよう。月の正位置、同じですね。そうね、変わってないって状況が、そんな感じですね、これ。こんな感じで置いていいのかな。どうやって見えるんだろうか。その動画によるんだけど、こういう風に置いた方が分かりやすい時もある。このように置いた時の方が見えやすい場合もある。どうして毎回月が出る。まだね、月のカードね、フランス語の本で調べてないんですよ。この本があるんだけど、フランス語の。まだ検索してないんですね。月のカードって18番だっけ？ 18 番だっけ？ラリューヌって。signification à l'endroit clairvoyance posté
Pouvoir occulter, pouvoir occulte, clairvoyance, médisance, médisance, méfiance, confusion, tromperie,裏切りとかね、オレッション、スクレ、隠されたリレーション、関係が裏にあるって。デフォーマーション、ドラ、リアリティ。だから、真実、現実、真実のデフォルメされた、だから、ものですね。プフワーグルート。メフィオンス。すごく、注意深くしていますっていうことと、なかなか進めないみたいな、コンフューション。あれが、迷ってるとか、デールワイオティ。忠実ではないって書いてある。誰かに対して忠実ではないって書いてある。日本語の方とちょっと照らし合わせてみて、同じ意味なのかどうか見てみようかな。日本の本の時と同じこと書いてあるかな。やっぱり裏切りって書いてある。同じこと書いてある。フランス語の方も裏切りって書いてある。そう。そして隠された、裏に隠された何者かがいるってこっちも書いてありますね。あと迷いとか、不安定とか、敵がいるとか、あと悩み事があるとか、あとは秘密とかね、忠実ではないとか、そう、迷いと恐れですって書いてありますね。そう、戸惑いを感じるって書いてありますね、ここに。新しく物事を始めるようにしても、この時点では成功への確信と後ろ盾に不安が残ります。未知の世界へ足を踏み入れることにとても勇気がいる状態です。そう、不安を表しています。果てしなく続く道や、いつまでたってもゴールの見えない道の長さに対する迷いと恐れがあります。とにかく愛情のところを見てみると、三角関係っていうのがまず書いてあって、あと迷い不安のある交際をしていますって。嘘と裏切りの関係、隠れたライバルが存在します。だからその愛情運の中でも影に第三者がいるって書いてありますね。情に流されて今の状況にあるっていうことが言われています。はっきりしてない状況です。当てにならない人だと言われます。会社は不安定です。見えない敵がいます。これ仕事のところを今読んでるんですけど、信用されていません。それからこっそり悪事を働きます。悩み事があって、仕事や勉強に、そう集中できません。健康運、病気が潜んでいます。体が良くないってことが言われています。あとやぶ医者に会う、あと薬の乱用をします。あと二日酔い、アルコール中毒にかかりやすいです。あとビューティーっていう美容運のところ、服装が不潔、だらしがないって書いてある。そう、あとはそうですね、あとホビーのところ、ホビー趣味ね、不健全な遊びをします。どんな趣味がいいか迷っています。あと旅行運が、秘密の旅行をします。
秘密のレジャーをして、それが発覚します。旅先で羽目を外します。それからその他、現実から逃避したがる、被害妄想になる、秘密悪事がやがてバレます。現在家族のために犠牲になっていますということがここに書かれていました。そしてキーワードが偽りと、裏切りとスキャンダルっていうことです。あれなんだろう、大谷選手のことこの間引いた時もこの月のカードじゃなくて、これ新しいカードなんだけどね、前回もこれだったのですよ。あれ日本製のカードどこ行った？これだったんですよ。やっぱり月のカードこれだったんですよ。これ前回いた時、なんかこのカードもちょっと怖いですね。サソリがいる。あとこっちのカードは黒猫がいますね。こっち黒猫いますね。こっちサソリがいますね。あとはそう、塔が立ってて、緑の塔とオレンジの塔が、こう、こっちはそうですね、こっちが三日月であるのに対して、こちらが何か何日目かの月っていう感じ。うん、満月ではないけど、そんなところでしょうか。あれ、私なんかいつも一つのことについて調べると占うと連続して同じことが出てくる。一回引きの時、例えば日本についてお尋ねすると大抵太陽ですね。あとは政治のことだと、まあ何人かの人を占っていて、エンペラーが出る人と、あとはドラゴンテール、ドラゴンの尻尾っていうのが出る人といますね。私のこの中のカードでドラゴンテールっていうのが入ってるんですよ。珍しいタイプのカードなんだけど、でジタン の新しいカードにはそれは入ってません。その代わり70何枚入り、これたくさん入ってるから楽しみっていうか、これからがいろいろね出てくるから楽しみ。もっと上達したらこういうのも使って、そう、日本語だとなんて言うんだろう、これフランス語でやってるかな、ちょっとなんて訳してるかわからないんだけれども、ちょっと調べて、日本語だとなんて言うんだろう、これこういうのこれアストゥデニエっていうの、日本語だとなんて言うんだろう、これとか、あとは待って、なぜかこれがここにある、いる場所がこれ違うと思う、これね、これフランス語だとデナリウスって言うんだけれども、この銀貨っていう、モネとかデナリウスって、貨幣、古代ローマの貨幣って書いてありますね。でも日本語だとなんて言うんだろう、これわからない。あとはこれ剣のエペって言うんだけども、エペ、そう、刀剣のこと、なんていうスワードとか、スワード英語で、あとはスワードとか言いますか。あとはこれクープ、杯ですね、クープ。あとはバトンってバトンのこと、バトンはステッキとか
棒とかいると思うんですけど、こういうのが入ってて、たくさんありすぎてまだ理解してませんよ、まるで。これをね、学ばない限りちょっと私はこれで占えないので、一応本を今読んでるんだけど、このタロットデジタンっていうのを日本で手に入るんだろうか。これ他にもマルセイユカードとかとテンプル騎士団カードとかあるみたいです。これ読んでいかないとね、説明書。ですからまずはこの基本となるカードのところをこう読みまして、チガーヌとかジプシーって言うんだけど、このカードの名前で占い方もいろいろこう書いてある。ここに置き方がこう書いてありますね。だから日本の本と違う感じがしますね。そう、楽しみですけど、時間がね、取れるかどうか。例えばこの月のカードでも、c'est l'arcane offre deux images contraires. Oh non, la pleine lune rouge feu en partie dans l'ombre. La couleur gris bleu domine la scène par son sourire ambigu. Une magicienne coiffée d'un turban se consacre aux études de magie.Et l'astrologie est en dessinant l'astre comme son plus puissant protecteur. Se sert d'instruments tels que globe céleste, l'équerre et le compas pour trouver l'inspiration dans ses prévisions de bonne future fortune.En bas, un brouillard ambiant est rendu encore plus inquiétant par un vaste esprit actif possédant ses doigts à la main gauche.Qui, avec le chien blanc et le chat noir, semblent des âmes des morts, incarnent l'inconscient assailli par des peurs. これはこのカードの意味を今ゆっくり読んだんですけれど、何かこのカードには一番上に、プランリューヌって言ってるから、満月って書いてある。満月。プランリューヌ・ゴージュフ。赤い燃えるような、満月が上にあって、そして暗い、この月の右側は黒くなっていますって書いてある。これは影ですって。そう。グレーで、ブルーの影があります。そして、この人の笑い顔がちょっと、そう、ちょっと、何か、笑ってるようで笑ってないような、ちょっと、不思議な笑い方をしていて。そして、マジシャンがその下にいます。マジシャンって、魔法使いね。ルンヌだから、女のマジシャン。ターバンを巻いた女の人がいますって書いてありますね。そして、マジックを、魔法をかけていますってことで。あとは、そう、プロランスクリアションドンセ
prévision de bonne fortune。 あの宝が、あの素晴らしい宝が、あの用意されている将来があるみたいなことは言われていますね。今はわからないけど、その先にはそれが見えるっていうことが。あと下にある、霧の中には、エスプリ、だから、精霊とか、あと、この人のことかな、エスプリって。そう、この人。この緑色の人かな。そう。何か、左の手に手を見ると、この精霊と言われるこの何か魔法使いみたいな、魔法使いの下にいるこの緑のもの、それが指が6本あるとか言われています、書いてあります。それからこの精霊は、白い犬と黒い猫と一緒にいて、黒い猫は死を意味しますということが書いてあります。うん。それはとても恐怖を与えていますということが書かれています。ちょっと怖いカードですよね、これ。ちょっとやだ。でも将来は何気にたくさんの宝が隠れているっていう将来があるみたいなことが、今は霧の中ですが、続けていけばいいことがあるみたいな感じのカードらしい。だから今は現状が良くないけど、将来はとてもたくさんの財宝が待っているみたいなことが書かれていました。それでは今日なんか怖くなってきた。なんで引くたびに月が政治で出てくるんだろうっていうのがありますね。でもとても美しいカードだと思います。怖いけど、うん。この男の人は精霊だと言われているこの緑の人は、よく見ると指が6本あるって書いてあったので、ちょっと数えたら6本あるみたいね。はい、それではここで終わりにしたいと思います。また明日他のことを占うかもしれません。まあ初心者による1枚引きのタロット占いでした。それでは良い、なんて言ったらいい、今こちらはとても遅い時間なので、ボンヌニュイ、良い夢を、おやすみなさい。